ブレイブルークロスタックバトル。起動、起動、起動。クロスシステム、起動を確認。多次元観測、開始。エラー、エラー、エラー。次元間摩擦を検知。警告、位相崩壊確率 30% 増加。プランベータへ移行。観測範囲を縮小。および、触媒サンプルを再選。得意点、固定。ファントムフィールド、形成開始。フィールド形成率 95%。位相崩壊は認められず、プランベータ、続行。サンプル、召喚。あ？どこだここは。これは転移。いや、まさか自召喚症か。召喚成功。シーケンス014、クリア。あ？シーケンス015へ移行。バイタルチェック、開始。うわぁだ！ちょっと待て！いきなりなんだてめえ！警告、対象ウワン部、スキャニング負荷。警告無視、シーケンス016から021までスキップ。さっきから一人でブツブツうるせえんだよ！ちったらこっちの話を聞きやがれ！ジュリ、シーケンス021から026までスキップ。俺をここへ連れてきたのはてめえか。肯定する。サンプルを召喚したのは陶器である。あっさり自白しやがって。でここはどこだ。カグツ氏か、イカルガか。否定する。ああ、じゃあここはどこだってんだ。異世界。は？サンプルの使用言語に置換するのであれば、当該空間は異世界という表現が最も近似である。異世界って、じゃあここは俺が元々いた世界とは別の世界だってのか。肯定する。んだよそれ、ふざけてんじゃねえぞ。下手すりゃ自称干渉よりも厄介じゃねえか。シーケンス026終了。シーケンス027へ移行。ちょっと待て、話はまだ終わってねえぞ。対象の脅威判定を更新。ダミーオブジェクト生成。な、こいつは俺。接触実験開始。ちっ、やろうってか。上等だ。何が何だかさっぱりわかんねえが、帰り討ちにしてやるよ、偽物野郎。Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! Counter!いてえぞ。ヘッドスパイク。手加減はしねえ。フィニッシュ。シーケ
ケース027クリア。続いて警告、サンプルの強制検出限界まであと30。あ？何ブツクサ抜かしてやがんだ。とっとと俺を。もうやめてったら、マコト。あれ、ラグナさん。お前、オエル、なんでお前がここに。ケース008発生、接触実験パターン X へ移行。あ、あれって私？チッ、まだ続くってか。接触実験再開。ラグナさん、この状況は一体。話は後だ。とりあえずあいつらぶちのめす。戦うんですか？私も援護します。たく、好きにしやがれ。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight!パターン X クリア。移送中は完了。サンプルの固着化を確認。クロスシステム第1フェーズ終了。続いて第2フェーズを開始。え、これで終わりじゃないんですか？懲りねえ野郎だ。まだ何かやろうってのかよ。あっ、なんだ、停電か。レディース、ついでに、古今東西津々浦々、神羅万象、有象無象の皆々様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより第37回キーストーン争奪タッグバトル大会を開催いたします。いや、開催してんじゃねえ。ちょっと待てこら。おいてめえ、一体何がどうなってんだ。そうですよ。突然こんなわけのわからない場所に連れてこられて、それに大会って何なんですか。やだな、さっき説明したじゃないですか。あ、さてはもしや全然ついてきてない。しょうがないですね。それじゃあもう一度、レディースエンジェントルメン、ただいまより第108回キーストーン争奪タッグバトル大会を開催いたします。さっきと回数変わってんじゃねえか。もう細かいところによく気がつく、興味津々ですね。
いいですよ、その意気込みはよし。ではご期待にお応えして早速ルール説明と参りましょう。話聞けよ。ルールは簡単、勝者の証であるキーストーンを持ってゴールを目指せ。キーストーンってこの妙な光る石のことか。その通り。あなたは今回のキーストーンの所有者に選ばれました。 You are lucky boy。 何がラッキーだ、ふざけやがって。ですが、先ほども申しました通り、そのキーストーンは勝者の証。他の大会参加者もまた勝者となるべくキーストーンを狙ってくるでしょう。他の参加者？そうです、最終的にキーストーンを持ってゴールにたどり着いた者こそ勝者、すなわちあまたの挑戦者たちをなぎ倒し、大会会場の奥の奥、一番奥、ゴールへとたどり着いたその時こそ、あなたは優勝者としての名誉と景品を手にすることができるのです。いらねえよそんなもん。本当に本当にいらないんですか。優勝の景品は元の世界に戻れるなのに。え？ああ？ほらほら、やっぱり欲しいんじゃないですか。改めて発表いたしましょう。優勝者は、そして優勝者と同じ世界に所属する者は元の世界に戻ることができます。ちょっと待ってください。私たちを元の世界に戻せるのなら大会なんかしなくても戻してください。それは困りますよ。知るか、大会だとか優勝だとかてめえの都合なんざこっちには関係ねえんだよ。いいからさっさと俺たちを元の世界に戻しやがれ。そう言われましても、私もしがないただの進行役。元の世界に戻りたいならこの世界のルールにのっとって優勝を目指してもらうしかありません。くそ、面倒なことになったな。私の目の力でどうにかなったりしませんかね。例えば出口があるならそれを見つけるとか、この世界の構造にちょっとだけ干渉させてもらうとか。確かにそういうことができれば。よっと、手が滑った。ノエル、おいてめえ、ノエルをどこにやった。先ほどのお嬢さんは大会の円滑な運営のために一時的に退場していただきました。多くの方が参加している大会です、反則行為は見逃すわけにはいきませんからね。ふざけんな、ノエルを戻せ。それではぜひ優勝を目指してください。元の世界に戻れれば彼女だって自動的に元の世界に戻ることになるんですから。てめえ。それではしっかりキーストーンを守り抜いてくださいね。健闘を祈っております。では失礼。あちられ、くそ、わけがわかんねえまま話だけどんどん進めやがって、まるでウサギと話してるみてえだ。声の主は言ったみたいね。おお、ウサギ。みっともなくうろたえないでちょうだい、目障りよ。急に出てくるのが悪いんだろうが。あら、今から出て行きますとでも言えばよかったのかしら。そんなことよりラグナ、あなたあれを持っているわね。あれ、もしかしてさっきあいつがキーストーンとか言ってたこれか。そう、それよ。な、あんたよ、妙に食いつくな。別にそういうわけではないわ。あなたこそ妙な言いがかりはよして。それよりそのキーストーン私に渡しなさい。なんで。いいから渡しなさい。だからなんでだよ。いいから。おいウサギ、てめえなんか知ってやがるな。何を言っているのかしら。
この不可解な現象を調べるために必要だから私なさいと言っているのよ。だったら最初からそう言えばいいだろう。なら今言ったわ。さあ渡しなさい。なんか怪しいんだよな。お取り組み中失礼します。あ、てめえさっきの。早速挑戦者が現れたようです。お、ちょうどよくそちらも二人揃ってますね。ま、待ちなさい。私は挑戦者の入場です。あの白髪の男が手にしているもの、あれがキーストーンか。油断するでないぞ、コンス。この場にいる以上、あの者ら当然ただ者ではあるまい。そのようなこと言われずとも分かっているさ。チッ、何なんだよ、次から次へと。誰でもいいから事情を説明しろ。何度も言ってるじゃないですか。元の世界に戻るためにキーストーンを奪い合ってくださいって。こうなっては仕方がないわ。構えなさい、ラグナ。彼らは本気よ。あーくそ、問答無用だってか。ああ、無用だ。こちらにも帰らねばならない場所があるのでな。行くぞ。ではでは、いよいよ始まりますキーストーン争奪タッグバトル第一試合開始。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! トレラソード アリス大砲弾きなさい。ユーザイは名護きなすべきわよ。これは許しみの余裕だ。味を知りな、お仕置き食らいなさい。エンフォーエンフォー食らいなさい。こういうのはない。とどめナゴ、来なさい。防衛に思い出せ。ひざまずきなさい。生意気な、とどめナゴ、来なさい。俺一人で十分だ。俺も見えるか。ゴレットハーデス。ただでは死なう。死なう。残さず。てめえ、こういう気なら気なら返すなよ。誰でのそばはない。おめえだよ、バウス。なのではのそばはない。頼んだよ。俺はなのでは十分せず。なるほど、そうたやすくはいかないか。ではここは一旦引くとしよう。お手調べには浅すぎようが、まあよい。楽しめそうだな。なんとか勝ったが、マジでこんなことずっと続けんのか。そうよ、それがこの世界でのルール。そしてそのルールにのっとって、私たちと同じようにこの世界に取り込まれた者たちが戦いを挑んでくるはずよ。あなたの持つキーストーンを求めてね。ずいぶん事情に詳しいじゃねえか。さっきあなたが受けていた説明を私も聞いていたのよ。これくらいすぐに飲み込めて当然でしょ。ああ、すぐに飲み込めないおバカさんもいたようだけれど。てめえ、喧嘩売ろってんなら望むところだ。残念だけれど、ここでは2対2のタッグバトルでなければ戦闘は成立しないわ。私にどうしても遊んでほしいのなら、
あのクソムカつく野郎の言う通り、キーストーンを持ってゴールに行かねえとってことか。ラグナ、ひとまずそれはあなたに預けておくわ。あ？私は少し用があるから、戻ってくるまで必ずそれを守り抜きなさい。決して誰かに渡してはダメよ。いいわね。ま、最初からそのつもりだけどよ。これがねえと元の世界に戻れねえんだろ。そうよ。今はそれだけ分かっていればいいの。それじゃあ任せたわよ。落胆させないでちょうだい。チッ、偉そうにしやがって。絶対何か隠してやがんな。見慣れねえ場所だな。少しぶらついただけでガラッと景色が変わっちまった。ったく、目的地ぐらい説明しやがれってんだ。それでこのままずっとついてくるつもりか。ああ、まったく勘が鋭いこったね。失礼、興味深い話をしていたのが聞こえたもんでね、少々後をつけさせてもらった。どこの誰だか知らねえが、何の用だ。やっぱりこれか。ああ、おそらくそれだ。こいつは運がいい。お前さんがそいつを俺に譲ってくれるってんなら話は早いんだが、無理だよな。この辺り面白い場所ではあるが、俺はこの先ここで一生暮らすつもりはないんでな。弱ったもんだ。別世界の連中相手に手荒な真似はしたくないんだが。ちょっと待て、別世界？なんだ、お前さんも分かってなかったのか。今この辺りには別世界の人間が大勢紛れ込んでいる。俺もお前とは別の世界の住人だ、おそらくだが。マジかよ。だが、なんだってそんなことがわかる。勘でしかねえがな。お前さんから俺の知らない力を感じる。明らかにただの人間とは違うが、インバースでもない。インバース？おっと、名前すら知らないときたか。だがまあ、お前さん方のことも俺にはさっぱりわからんはずだ。術式、青、ドライブ。ふん、やはりな。ただ単に呼び方が違うってわけでもなさそうだ。どういう力なのかお見せ願いたいね。しらばっくれてるわけじゃなさそうだな。ち、ややこしいことになっていやがる。同感だ。だがややこしいことは何も別世界の人間が紛れ込んでるって事態だけじゃない。俺たちに指示を出しているあの声、あれが一番ややこしい。ただ大会を開くことが目的なんてわけじゃないだろう。何か企んでいやがるってことか。大会を隠れ蓑にして何かをと、そう考えるのが自然だろうな。それで俺をつけてきた理由は？さっきお前さんが話していた金髪のお嬢ちゃん、彼女、俺なんかよりずっと事情に詳しそうじゃないか。その彼女と親しげに話してたお前さんもいろいろ知っているんじゃないかと思ってな。話しやすそうな方を選んだってわけだ。そういうことか。だったら期待には応えられそうにねえな。悪いが俺は何も知らねえ。あいつは、レイチェルのやつはいつもそうなんだよ。人にあれしろこれしろって命令はするくせに、肝心なことはギリギリになるまで話さねえ。ほう、となるとあれは信用できない相手ってことか。それは。いや、何か考えがあるはずだ。あいつはいつもそうだからな。なるほど、そういうお嬢ちゃんなのか。
簡単に真意を聞き出せるって相手じゃなさそうだし、こりゃ苦労しそうだ。ん？一体どうしたんだ？いや、急に殺気を感じて。殺気？気のせい。こいつは気のせいじゃなかったみてえだな。あっちゃー、奇襲失敗。体勢を立て直して、まだ終わりじゃない。なんだこいつら。はーい、こんにちは。私ルビー。それで彼女はブレイク。よろしく。自己紹介なんて雰囲気じゃないと思うんだけど。でも挨拶は大事だよ。初対面だし、第一印象がその後の人間関係にも重要ってよく聞くじゃない。どんな人間関係を築くかにもよるわね。奇遇だな。そいつは俺も気になってたところだ。どんな関係になるつもりで奇襲なんぞ仕掛けてくれたんだ。まあもう聞くまでもね。さっきの一撃はマジだった。戦うつもりのない奴があんな武器の使い方するかよ。うおー、ねえブレイク、見て見て見て、あの赤いコートの人の持っている武器、すっごくかっこいい。こっちの黒い人のも素敵。おう、楽しみ。どんなギミックが隠されてるんだろう。ということでタッグバトルやろう。2対2ちょうどいい。はその武器が実際に使われてるところがどうしても見たいの。お願い。あなたキーストーンを持ってるわね。それを渡してもらうわ。おっと、次の挑戦者は愛らしい少女2人、対するは大男2人。この体育の差がどう出るか、会場も注目しております。さあ試合開始と参りましょう。だから勝手に話進めんなって言ってんだろうが。あ、諦めるこったな。こっちの都合が通じるなら苦労はしねえ。別にお前さんの味方ってわけじゃないが、つかの間の相棒として協力してやるよ。たく足引っ張んじゃねえぞ、黒い釜野郎。その呼ばれ方は少々引っかかるな。俺の名はゴルドーだ。ラグナだ。行くぜ。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! ガンバラス！ガンバラス！覚悟しな、俺の一部となる。成功！グリムル！死んでみる。これで終わり。これで終わりかな。捕まえ、タッチ！サイダーブーン！どうだよ、エカリン！ここからよ。やるじゃねえか。やるね、エカリン。クラブ！まだ。いてえぞ。すごい、まだ。ジェットスパイク！まだ。落ちる！まだ。ぶっ飛び！フィニッシュ！これで満足か。ああ、やっぱりかっこいい。その剣、変形もするのね。自分で作ったの？いや、こいつは変わったお嬢ちゃんだな。ルビー、ここは一旦引きましょう。もう少しお話ししてたいのに。おい、お前ら敵になるなら容赦はしねえぞ。覚えておくわ。次はきっと勝つからね。それとその時はまたあなたの武器じっくり見せてね。言ったか、やれやれだぜ。それじゃ俺も行くとするか。いつまでも男二人一緒にいるのも気色悪いったらないからな。俺はもう少しこの場所について調べてくる。幸いキーストーンも持っていない気楽な身だからな。またどこかで会うことがあったら
その時は情報交換でもさせてくれ。ああいいぜ。それまでにボコられねえようにな。そっちこそせいぜい気をつけろよ。また景色が変わったな。ここがゴールってこともねえだろうし、せめて知ってる顔にでも会えれば情報の集めようもあるんだが。あれは、はあ、ユキコどこ行っちゃったんだろう。別世界のやつか。たく、どれだけの世界が巻き込まれてやがるんだ。襲ってくるようなタイプじゃねえよな。おい、あんた。は、え、私？どちら様？ああ、いきなり声かけちまって悪かったな。危害を加えようなんてつもりはねえ。あんたに聞きたいことがあるだけだ。いや、危害加える前提とか怖すぎだけど。何？あんたも飛ばされてきた口だろ。この世界について何か知っていることはないか。ああ、私らもキーストーンってやつ渡されてここを出ろって言われたぐらいで。そうか。その口ぶりだと他にも仲間がいんのか。まあそんな感じっす。さっきまで一緒だったんだけどはぐれちゃった。むしろ見かけませんでした？髪が黒くて長くて赤いカーディガンの女の子なんだけど。さあな。少なくとも俺が通ってきた道じゃ見かけなかったな。そっか、残念。で、キーストーンを持っているやつを見かけたら、あんたらはどうするつもりだ？それなんですよね。元の世界には帰りたいけど、無理やりぶんどるってのはちょっとやだし。なんか、みんな協力して、この世界を脱出する方法があればいいのに。協力か。なあ、お前。どけ！急に何？ここにいたか、黒木者よ。ちょ、何あの人？え、ペルソナ？あ、ペルソナ？なもん知るかよ。あいつは白面っていう、簡単に言うと話を聞かねえ辻斬りだ。娘、死にたくなければ離れていろ。いきなりそんなこと言われても。この男、黒き者は我が刃にて滅するべき存在。ここが閉ざされた世界であるのなら、我らを縛る、いかなる断りにも阻まれまい。貴様を仕留めるには絶好の地よ。チェッ、今はてめえに構ってる場合じゃねえってのに。相変わらず話のわからねえ野郎だな。おっと、お楽しみの始まりか。だったら俺も混ぜてくれよ。さっきから獲物が見当たらなくて退屈でしょうがねえんだ。いい面だな。こいつが屈辱に歪む様は最高だろうよ。なんなのこの人たち。ねえ、いつもこうなわけ？赤い方は知らねえが、白い方はいつもこうだよ。言っとくが、話し合いで解決しようなんざ無駄だからな。うん、わかった。じゃあ私も参戦する。赤かてめえ、さっさと逃げろ。バカ言わないでよ。あなたいい人っぽいし、置いてなんかいけないじゃん。おーおー、いいねいいね、やる気満々じゃねえか。こりゃ潰しがいがあるってもんだ。はいはい、では選手も揃ったようですし、タッグバトル開始してまいりましょう。かようなものと手を組むことにいささかの不服はあるが、背に腹は変えられる。我が真は黒き悪を刈り取ることのみ。我が剣はそのための刃。
我は空、我は光、我は人、我が名は白面、押してまいる。死ぬ死ぬ。クソ、おい、無茶すんなよ。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight!切れるか。こうなったらさっさと逃げて。ピピー、ダメ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 ですよ。これはタッグバトルなんですから、敗者は即退場。なに、はい、では次の試合でお会いしましょう。あいつ、こういう時だけは役に立つな。よかった、なんとかなったよ。さて、邪魔が消えたところで話の続きだ。お前、もう俺に関わるな。え？俺はこんなふざけた世界なんざさっさと終わらせて元の世界に戻らなくちゃならねえ。その時は俺たちだけじゃなく、お前らもだ。お前らもその仲間ってやつらも元の世界に戻す。だからどっか安全なところでおとなしくしてろ。とりあえず分かったとして、そんなことできんの？分からねえ。だが何かしら方法はあるはずだ。少なくともこんな大会なんざに付き合うよりもマシな方法がな。でもそうだね、自分たちが元の世界へ戻るために他の人を蹴落とすとか後味悪いし、あなたの言う通りになるならその方がいいかも。まあ私は私で仲間見つけなきゃだし、キーストーンがどうとかは別として、とりあえずそっち優先かな。そうか、だったら十分気をつけろ。さっきの連中みてえのがまだ他にもいるかもしれねえからな。うん、ありがとうございます。あなたもあまり無理しないで。また変なとこに出たな。クソ、どこまで行けばいいんだ。ん？あ？誰だあんた。てめえこそ誰だよ。何者だ。あ？こっちが先に聞いてんじゃねえか。それとも何か答えられない理由でもあんのか。んだとてめえ、生意気な口聞いてんじゃねえぞクソガキが。んだこの野郎、年上なら偉そうにしていいっつうのかこれ。あ、意気がってんじゃねえよタゴ。
痛い目見る前におとなしく道開けろ。誰よタコだ。鶏みてえって言われたことあるが、それが人に道譲れっつう態度か。おら、てめえマジで泣かすぞ。ん、どこかで聞いた声がするかと思えば、お主先ほどの。てめえ、さっき仕掛けてきたジジイ。んだよ、仲間か。一人じゃ喧嘩も売れねえっつうのかよ。いやいや、わしとこやつは一度とはいえ拳を交えた敵同士だがの、思うところもあり、この老いぼれ、ここはしばし観客の側に回るとしよう。観客だと。見たところお主らどちらもなかなかに鍛えられた肉体の持ち主、より強くあらんとする心意気がうかがえる。おお、まあな、それが男だろ。己を高めんと切磋琢磨する若人たちのたける思い、わしにも覚えがある。その熱き鍛錬への思い、どうして邪魔できようか。いや、おい、なんか勘違いしてねえか。そうだぞ、俺たちは別に。なんと、男子ともあろう者が強き肉体を求めぬというのか。いや、だからだから強くはなりてえっつんだよ、俺だってよ。まあその憧れの先輩とかよ、惚れたやつを守れるくらいにはな。よくぞ申した。それでこそ男子、いや、それでこそ男よ。そう、名は何と申す。あ、俺は辰巳幹事だ。ラグナザ・ブラッドエッジだ。うん、幹事、そしてラグナよ。お主らの思いしかと受け止めた。しからばこのワレンシュタイン、お主らの魂と肉体のぶつかり合い、しかと見届けようではないか。だから誰もそんなこと言ってねえだろうが。魂と肉体のぶつかり合い、悪くねえな。なあ、大盛り上がりのところちょっとすいません。の、この声さっき聞こえた。てめえ、熱き男同士のバトル大いに結構でございます。ですがここは厳正なるルールにのっとった大会の場、戦うとあってはタッグバトルを行っていただかないといけないんですよ。ん、タッグだと？2対2とな。それにはあと何人おればよいのだ。なんだこの声は。素晴らしい、素晴らしいぞ死神。やっぱりてめえか、狂犬。感じるぞ、このかぐわしいほどに漂う闘志の香りを。身を焦がすような敵を、殺意を。そうだ、戦いを欲するは魂の本能。いざそのうちでたぎる闘争本能を解放し、骨の髄に至るまで戦い尽くそうではないか。ざけんな、てめえのお遊びに付き合ってる暇は。戦いを欲するは魂の本能、光、心に響く素晴らしき言葉よ。まことその通り。はあ、老いたとはいえわしも闘争の中に身を置くもの。そうまで言われてはおとなしく観客席に引き下がってなどおれんわ。なあ。熱いぜ、これが男の戦いか。しゃあ、俺も一肌脱ごうじゃねえか。一人の男としてここを逃げ出すわけにはいかねえ。おいおい、冗談だろ。勝手にやっててくれ、俺は。いいじゃねえか、あんたも来いって。それとも逃げんのかよ。あ、ほう、臆病風に吹かれたか若造。己の弱き心を乗り越えてこそ力とは形をなすもの。立ち向かえ。臆したとは笑わせる死神よ。
闘争に次ぐ闘争こそ貴様の童貞、戦い抜き様に一片の価値もない。ならばここでその全てを踏み砕いてくれよ。どいつもこいつも言いたい放題言ってくれるじゃねえか。そんなに痛い目見たけりゃやってやるよ。タッグバトルだかなんだか知らねえが、全員叩きのめす。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! マイル、それでどうだ？マイル、捕まえたぞ！じゃあ、もう！その調子だ。その調子だ。その調子だ。命令。素晴らしい餌だ。んだよ。その感じ。ヘッドスパイク。ヘッドスパイク。その調子だ。その調子だ。命令。うせた。バレた。これがスタート。敗北した。勝者ラグナ&ワレンシュタインチーム。くそ、まだまだ、こんなもんじゃねえぞ。いいぞ、もっと楽しませる。これでこそ戦い面白くなってきたではないか。マジかよこいつら、キリがね。困りましたね。ルールに従えない子たちはこうです。のうおてめえ、何しやがった。安心してください。大会の円滑な運営のため他の場所に移っていただいただけですから。チェ、結局はこいつの思うがままってことか。気に入らねえ。おにゃー、まだ物足りなかったですか。それでは逃がさんぞ死神。おいおい、まさか。ご要望にお答えして男の戦い第2ラウンド行ってみましょうか。冗談じゃねえ。これ以上付き合ってられるか。ノエル、いるなら返事しやがれ。ダメか、ウサギの姿も見当たらねえ。もうとっととゴールに行っちまうか。その方が早そうだ。止まってください。あなたキーストーンを所持していますね。なんだてめえは。私はアイギスであります。キーストーンの所持者なら止まってください。さもなければ。さもなければ、それで脅してるつもりか。手ぶらで突っ立ってたって。撃ちます。撃つ前に言えよ。撃ちました。わかってんだよ。わかんないやつだなみたいな顔すんな。言っとくが、ここじゃ脅しは無駄だぜ。戦闘行為に出るには2対2じゃねえと。っておい、ルールはどうした。俺撃たれてんじゃねえか。なあコホン、今のは威嚇射撃ですから戦闘行為には当たらないですね。ふざけんな。運よく防げただけで、あいつ完全にこっち狙ってただろうが。ね、そうでした。対戦相手候補のアイギスさんですね。今のは威嚇射撃ですよね。はい、であります。嘘つけ。あーくそ、無駄な体力使ってる場合か。いいか、
キーストーンは渡さねえ。絶対にだ。絶対に。何があってもということ。それは残念。もう一人嫌がったのか。ああ、渡さねえ。当然、てめえにもな。渡さなければ、手洗い手段に出ることになる。だから、もう手洗い手段に出てんだろ。今度こそ攻撃だろうが、どうなってんだ。登録名はバティスタさんですね。確認しますけど、今のは威嚇射撃ですよね。おい。ね。うん。嘘つけ。嘘。偽り、誤り、でたらめ、間違いということ。該当項目なし。大声を出す必要はないと判断します。てめえになくても俺にはあるんだよ。いや、でも状況は同じだ。この空間はこの世界のルールにのっとってできてる。つまり現状ではそれこそ威嚇以上のことはできな。今もしかしたら一番めんどくさいかもしれないやつが来ちまったな。ラグナはニューノなのに。ニューノラグナなのに。ねえラグナ、どうしてこんな子たちと一緒にいるの？いや、それは。ノエルを探してる途中であったんだ。何も好き好んで銃口を向けられてるわけじゃねえよ。ノエル？ノエル？誰？それ。おかしなラグナ！ラグナはいつだってニオを探してるのに。探して壊す。壊してニオをめちゃくちゃにするの。そうだよね。あのな、ニュー。あ、わかった。あの子たちが悪いんだ。ニューのラグナを取ろうとしてる。そんなの絶対に許さない。理論の破綻。あの者が何を喋っているのかわからない。ラグナという者への異常な執着はわかる。総合的な状況を分析、検索。これがヤンデレ。お前意味分かって言ってるんだろうな。ラグナにちょっかいかけるやつは対象の殲滅を開始します。急速なエネルギー上昇を感知、適正存在と識別します。なるほど。ヤンデレには平和的解決は望めない。学習しました。致し方ありません。最初から戦う気満々だったろうがてめえら。対象の戦闘意志を確認。ペタル展開。戦闘準備完了。行きます。遅れはない。さあ、いつでも始めましょう。おいおいおい、待て待て、勝手に。いつの間にやら選手が揃っているようですね。少女たちの間で渦巻く嫉妬の炎、ラグナザ・ブラッドエッジ争奪戦開始です。なわけねえだろうが。Get ready. Get ready. Can't escape from crossing fate. Fight.損傷か危害かなって衝撃とりゃ再起動大事なリアクション開始。ノープロブレムであり、ノープロブレムで開始。本
で回避不能。ノープロブレム。損害損角予測可能。巻いたみたいだな。あ、ラグナさん。ノエルか。よかった、また合流できて。私もうずっと一人で、誰にも会えなくて心細くて。誰にもってことは怪我も特にないってことだな。あ、はい、大丈夫です。あの、ラグナさんは。ああ、俺も特に問題はない。何度か喧嘩は売られたが、キーストーンも無事だ。そうですか、よかった。ところで、この世界のこと何か分かりましたか？いや、どうもレイシェルのやつが何か事情を知ってるみたいなんだが、聞き出そうにもあいつの居所が分からねえ。そうなんですね。私の方も分かったことはほとんどないんですけど、しばらくこの場所を歩いていて感じたことがあるんです。目の力か。すみません、わからないんです。ただなんとなく。まあいい、今は何でも情報が欲しい。教えてくれ。はい。ここはどこかの世界というより閉ざされた空間といった方が近いような気がするんです。ごく限られた空間を誰かの観測でかろうじて保っているような、すごく狭くて不安定な場所です。場所同士の間に整合性がないのもそのせいだと思います。この場所を観測する誰かか。はい、多分人間ではないと思います。もっと機械的な。その話、私にも詳しく聞かせてもらいたいものだな。てめえは最初に会った。おいおい、待ってくれって。こっちには戦う気はねえよ。あ？だったら何の用だってんだ。そうやってトゲトゲ警戒すんのよ、無駄だからやめろって。俺たちは話をしに来たんだ。話だ。ああ、この世界のこととかキーストーンのこととかな。結局てめえもこの石目的かよ。いや、だから違うっての。たく、何遍も言わせんなよな。めんどくせえから単刀直入に言うぜ。実は俺たちも持ってるんだ、そのキーストーンってやつを。な、てめえ適当抜かしてんじゃねえぞ。ほらよ、これで信じてくれるだろ。本当だ。でも私たちのものと色が違いますね。ああ、なんでも他のキーストーンを奪わねえと俺たちは元の世界に戻れねえらしい。あの声が言うにはな。奪う、守りきれじゃねえんだな。他のキーストーンということは、私たち以外にも石の所有者が存在するということなのでしょうか。ああ、あんたらと俺たち以外にもう二つ、この世界には全部で四つの石があるそうだ。要はそれを奪い合えってことなんだろうが。と、まあ私たちが調べられたのはこの程度だ。この世界の詳細な構想やあの声の狙いは分からずじまいでな。だから少しでも手がかりが欲しい。
ここはお互いのためにも情報を交換しようじゃないか。悪い話ではなかろう。ラグナさん、どうします？俺たちも全部わかってるわけじゃねえ。具体的な解決策もまだだ。もちろんそれでも構わない。私たちには考えるための材料と判断するための選択肢が必要だ。わかった。ありがたい。では早速本題と行こう。先ほどのお前たちの話、この世界の管理者とやらが存在しているそうだわ。ておい、てめえ聞いてやがったのか。立ち聞きとは大した趣味じゃねえか。異常事態ゆえだ、悪く思わないでほしいな。で、実際のところどうなんだ、そこの小娘。はい、もっと言えば元からあった世界を管理しているのではなく、一から作り上げたものを管理しているような。一から世界を作り上げたって簡単に言うけどよ、要するに神様じゃねえかそれって。なるほどな。この恐ろしく無機的な急増感、違和感、種はそういうことだったのか。なんだよリンネ、お前何か分かったのか。ああ、おそらくこの世界のくさびはその管理者とやらだろう。もしそうなら話は早い。そいつをぶちのめせばこの空間は消える。マジかよ。そこんとこどうなんだノエル。おそらくその認識で正しいと思います。ですがこの空間が消失した後に私たちが元の世界に戻れるのかは確かではありません。いずれにしろその管理者様のご尊顔は一度拝んでおかねばならないだろうな。だな、他に手がかりもねえし、とっととその管理者とやらの居場所を探そうぜ。ああ、今さら言うのもなんなんだが、空間を管理、つか観測してる誰かについては多分俺たちの知り合いが知ってる。なんだよそれ、マジかよ。ならもう解決したも同然じゃねえか。あ、地獄に仏、市中に勝つとはこのことだな。で、その知り合いとやらはどこにいる？すぐ会えるのか？悪いが今は分からねえ。俺たちも探している途中だ。なるほど、全てうまくはいかないか。では、そのものが見つからない今、どうするつもりなんだ？さあな、あの野郎に吐かせでもするか？はいはい、お呼びですか？私を呼ぶ声あらば世界のどんな端までも駆けつけますとも。おおおやおやおや、2対2タッグバトルの選手が集まっているではありませんか。待ってください、私たちは戦うわけでは。タッグあるところに戦いあり、戦いあるところにタッグあり。ラグナザ・ブラッドエッジ&ノエル・パーミリオン VS ハイド&リンネ。おい待てって、俺たちは戦う気なんて。無駄だハイド、あれを相手にまともに話など進められない。形だけでも戦って一旦やり過ごすんだ。ひとまずやるしかねえか。言っとくが手は抜かねえからな。わかってるよ。あんたたちの腕前にも興味はあったんでな、ちょうどいい。こっちも加減なんざしねえぞ。タッグバトル張り切ってスタート。ゲットレディゲットレディ。Can't escape from crossing fate. Fight!無駄だ。スパイク。
ぶっ飛べ。何打ち込みだ。やめに決まる。これでこんだけが。どうや。やめろ。何打ち込みだ。何打ち込み。イテース。フィニッシュ。勝者ラグナ&ノエルタック。いやお見事でした。両者の健闘素晴らしい。ほらもう試合は終わったろうが、さっさと消えろ。はは、早速次の試合の準備に取り掛かるのですね。わかりました。それでは皆様、次回のタッグバトルマッチでお会いしましょう。ごきげんよう。行ったか。行ったと思います。えっつっつっつ、あー毎度なんなんだよあれは。こいつらとんでもねえ強さだな。おい、まったくだな。時間が惜しい。早速話に戻ろう。お前たちが把握している情報は先ほどのもので全てか。ああ、あれで全部だ。でお前らは他に何かねえのか。残念だが先ほどの話以外こちらも持ち合わせはない。この状況、情報を隠すことに利点などないからな。そうだ、さっき言ってた事情を知ってる知り合いってやつのことを教えてくれよ。これ以上の情報はねえけど、そいつを探す手伝いくらいなら俺たちにもできるんじゃねえか。なるほどな。その必要はない。おとなしくしてろ。ラグナさん、何にしても確証はねえんだ。解決策があるかどうかも、この先何が起こるのかも。協力してもらったところでてめえらには何の実りもないかもしれねえ。その時は、その時はお前の持つキーストーンを再び狙うしかないな。待てよリンネ、それはあのな、ハイド、これは生きて戻れるかの話だ。そんなぬるいことは言っていられない。そりゃそうだけどよ。とにかくこれ以上慣れ合わない方がお互いのためだ。その点には同感だ。行くぞハイド、ここにもう用はない。ったく仕方ねえな。じゃあな、あんたらも気をつけろよ。そちらも気をつけて。さてこれからどうするかだが、レイチェルさんを探さないとですよね。二手に分かれますか。そうだな、二人以上でいると誰かに絡まれた時にすぐあいつがバトル始めやがる。レイチェルを見つけたらすぐに俺のところに来いと伝えろ。どんな訳が隠されてるのか知らねえが、あいつがやろうとしてることにはこいつが必要みてえだからな。わかりました、任せてください。ああ頼んだ。俺はレイチェルを探しながらゴールを目指す。そこのあなた、止まってください。ああ、誰だあんた。あなたがラグナザ・ブラッドエッジですね。名前まで出回ってやがるのかよ。間違いないようですね。あなたがキーストーンを所持していること、そして多くの善良な人々を惨殺したという事実、すべてこの手配書に書いてありました。それはいつかの。なんでその手配書がこの世界にもあんだよ。あなたが持つキーストーン、それはこの世界に迷い込み閉じ込められている多くの人々の運命を左右するもの。手配書に載るような残虐非道な人物の手に委ねることなど到底できません。それを渡してください。素直に渡すというのであれば、あなた自身の身の安全は保証しましょう。さあ。この手のやつかよ、めんどくせえ。悪いが見ず知らずのやつにこいつを渡すわけにはいかねえな。そうですか、残念です。けっ、しまった、キーストーンが。ごめんなさい、少ししくじりましたわ。問題ありません、あの者の手からキーストーンが離れただけで十分です。ち、
仲間が嫌がったのか。仲間というのは少し違いますわね。共通の目的を持つ者として一時的な共闘関係を結んでいるだけですわ。共通の目的だと？元の世界に戻りたいってだけじゃねえのか？ええ、もちろんこの世界から脱出するために私たちは行動しておりますわ。この世界からの脱出、元の世界へと帰ることを望む。けどここに囚われているのは私たちだけではありません。ここに迷い込んだ全ての人々を元の世界へ返す方法、それを見つける必要があると考えます。それにあの声、彼女の言い分にも納得できませんわ。そもそもこんな大会を開く理由が分かりませんもの。裏に何か私たちの知らない事情が隠れているように思えてなりませんの。あの野郎が何か企んでやがるって意見には賛成だ。だったらなおさらここで俺たちがやり合うってのは得策じゃねえだろ。あら、それとこれとは話が違いますわね。あの手配書がどこまで信憑性のあるものかは分かりませんが、見るからに柄の悪そうなあなたにそのキーストーンを預けておくことはリスクでしかありませんもの。人を見かけで判断しやがって。私があの者の足止めをします。あなたはその間にキーストーンの回収を。キーストーンというのはこれのことですかね。てめえ、狭間！そんな怖い顔しないでくださいよ。今回は私何にもしていませんよ。一人心細い思いをしていた中、ようやく同じ世界から来た仲間に出会えたんですから。なんということ、このタイミングで仲間と合流されるなんて。仲間じゃねえよ、冗談でも勘弁しろ。そんな照れなくても、私とあなたの仲じゃないですか。俺とてめえの中に仲間要素かけらもねえだろ。そんなことよりラグナ君、随分な言われようでしたね。柄が悪いだとか、残虐非道だとか、シスコンだとか。シスコンは言われてねえよ。あなた方先ほど迷い込んだ全ての人間を元の世界へ返すだとかなんとか言ってましたね。ええ、それに何か問題がありまして？いえいえ、立派なことだと思いますよ。見ず知らずの人たちまで救おうだなんて、私には到底真似できないことです。はい、でその方法のあてはもうあるんですか？それはそのキーストーンを回収してから。あれあれあれ、何ですか？その程度の情報しか持っていないのに人のことを柄が悪いだのネクラだのとバカにしていたのですか？てめえさて、ではラグナ君、同じ世界から来た仲間として、ここは私があなたのパートナーになって差し上げましょう。何を企んでやがる？先ほども言ったじゃないですか、私も今回は巻き込まれた側の立場なんですよ。そのキーストーンの秘密を暴いてこの世界から解放されたいのは私も同じなんです。こう見えていろいろと忙しい身なんですから。見返りはそうですね、知っていることを私にも共有してもらうってことでどうです？ひとまず信用してやる。だがこの世界から脱出するまでだ。ええ、それで結構です。では早速タッグバトルを開始いたします。出やがったな。清純にして可憐なる乙女2人が相対するは、裏社会の香り漂う人相の悪い2人の男。キーストーンはあなた方のような輩に預けておくことはできません。自分が正義だと思い込んでいる方は始末に負えませんね。もっともなことを言っているようですが、あなたの言葉の端々には悪意を感じ取れますわ。ほらほらラグナ君、向こうはやる気ですよ。怖いですね。あ、
私、戦闘は専門外なのでよろしくどうぞ。ペラペラうるせえ。こんな状況じゃなきゃてめえと組むなんざまっぴらごめんだ。それでは張り切って参りましょう。レディーファイト。ゲットレディー、ゲットレディー。Can't escape from crossing fate! Fight! まさかラグナ君と協力して戦う日が来ようとは、なんという運命のいたずらでしょうね。クソが、ルールなんざなかったら今すぐてめえをぶっ殺してやりてえってのに。このような卑劣な方々にキーストーンを預けておくわけには。チッ、まだ言うかよ。俺だってこのまま奴の言いなりになるつもりはねえ。ちゃんと説明してやるから、とりあえず落ち着きやがれ。いいえ、そうはいきませんよ。時間切れです。ここは管理された閉鎖世界、ルールが全て。そうですよね。イエス、その通り。というわけで敗退者は退場。いいように踊らされてる気分だぜ。何かおっしゃいましたか？なんでもねえよ。さっさとそいつをよこしやがれ。あらら、乱暴ですね。それで、あなたの知っている情報を聞かせてもらいましょうか。ちっ、俺だってそうは知らねえよ。ウサギ、レイチェルが何か知ってやがるらしいが、説明しやがらねえ。このキーストーンを俺が持ってりゃ、てめえも解放されんだろ。これ以上俺にまとわりつくな。はいはい、お気をつけて。キーストーン、なるほど。アルカード家が管理していたという、あの、これは面白い。雰囲気が変わってきたな。ゴールはこの向こうか。あいつはここにもいねえみてえだな。とっとと先に進んじまうか。来ましたか。お前はエス。あなたが訪れるのを待っていました。俺を？まさかてめえもこいつが狙いか？はい、この世界ファントムフィールドを形成するキーストーン、それを回収することが私に託された使命。ファントムフィールド？てめえ、ここがどういう場所なのか知ってるのか？ここは仮初めの世界、世界を求め世界を願う意志が生んだ束の間の夢。その夢をつなぎ止め、この場に縫い止めているのがあなたも手にしているその結晶です。こいつが？
結晶は世界と世界をつなぐもの。その結晶があなたたちの世界を選び、あなたたちをここへと招いたのです。ですが、夢はここまで。ラグナザ・ブラッドエッジ、キーストーンを渡してください。こいつを手に入れてどうするつもりだ。まさかてめえが俺たちを元の世界に戻してくれるってのか。夢を閉ざすのは私ではありません。それができるのは彼女。私はただ使命を完遂する契約のために。契約だ。そう、契約。キーストーンをすべて回収する。そうすることで私の望みは果たされる。夢にまで見たあの。お話はここまでです。今こそ私の使命を果たす時。やろうってのか。けどここには俺とお前の二人しかいない。この世界じゃ怠慢は成立しねえぞ。心配には及びません。なんだそいつは。これで一人、もう一人影を作れば条件を満たすことができます。チッ、好き放題しやがる。影は一つで十分だ。剣を向ける覚悟があるのなら僕が切る。チン。兄さん、やっぱり兄さんもここに来ていたんだね。会いたかったよ兄さん。おいジン、今は面倒はごめんだぞ。わかってるよ兄さん。僕だって今がどういう状況かくらい見えている。まずは邪魔者を排除することが先決だ。ジン・キサラキ、秩序の力を有する者。ごたくはいい、さっさと始めるぞ。こっちはとにかく情報が欲しいんだ。知ってること洗いざらい話してもらうぜ。Get ready. Get ready. Can't escape from crossing fate. Fight.軽い本気です。手加減なしだ。手加減なしだ。軽い本気です。強靭に軽い本気です。カウンター。少し氷を血を受けてる。行け。軽い軽い本気です。軽い軽い軽い逃げた。兄さん強気。そこ捕らえて。残念だったな。そもそも兄さんと一緒にいる僕に勝とうと思ったことが誤りだ。兄さんと僕とのつながりは何者にも立つことなどできないのだからな。いや確かにそうなんだが、どうも誤解を与える気がするから、ちょっと言い回し考えろジン。残念です、心から。お前はお前で随分本気で落ち込んでんな。契約は果たされませんでした。私の力が及ばないばかりに。てめえの事情はとりあえずいい。まず何をしようとしてたのか教えろ。結晶を求めていたのはレイチェル・アルカード。彼女はキーストーンの回収をしています。それにこの世界から脱するための手段だから。ということはレイチェルは元の世界に戻る方法を知ってるんだな。
そしておそらくそれはレイチェル・アルカードでなければなせない方法なのだろう。はい、だからこそレイチェル・アルカードは。いけない、キーストーンが。お、なんだ。おい、急に光り出したぞ。結晶内部に青に近い気配を感じます。青、まさか。過度に圧縮された力が急速に膨張して解放されようとしている。急激に集められたエネルギーが暴走し始めています。暴走だ。おっ、地震。いや、まさか。ここは切り離された空間のはずだ。だったら空間そのものが揺れているということ。兄さん、早くそれを離すんだ。僕の雪アネスで破壊する。ああ、いや待て、ぶった切って大丈夫なのか。ダメです、もう。くっ、なんだ、どこだ、ここは。この感覚、どうやらここがこの世界の中心となる場所のようだよ、兄さん。やれやれ、ようやくここまでたどり着きましたか。その声、またてめえの仕業かよ。ラグナザ・ブラッドエッジ、あなたは見事キーストーンを守り抜き、ゴールへと到着されました。ゴールだと？ここが？ええ、あなたが優勝です。うるせえ、優勝だとかそんなもんはどうでもいいんだよ。てめえどういうことだ。俺に何をさせた？何を？そうですね、あなたがしてきたこと、その意味はもうすぐわかりますよ。いちいちイラつく喋り方しやがるな。な、兄さん。なんだ、キーストーンが光って。あなたがそれを持って様々な世界の方々と触れ合うことで十分に情報は蓄えられました。そして私の目的は果たされる。なんだこいつは。これこそ私の真の姿。あなたのおかげですよ、ラグナザ・ブラッドエッジ。キーストーンを求めて多くの勇士が強い意志とともにあなたの元へと集まってくる。それらの存在、魂、思念、あらゆるエネルギーが光線を経て蓄積され、私という存在をこの世界に形作ってくれた。結局利用されてたってことかよ、クソが。では次のシーケンスに移りましょう。何をするつもりだ。ラグナ、ラグナさん、大丈夫ですか。レイシェル、ノエルもか。間に合わなかったようね、すでに存在を得てしまった。おいレイシェル、てめえ全部わかってんだろ。あいつは一体何なんだよ。ずっと昔にお父様が封印していたものよ。境界観測用に作られた機関の一種。その機能は境界を通して異なる世界から因子となる存在を取り込み、その情報を解析、そして確立された因子とのリンクを通してその世界へ進出し侵食を始めるわ。侵食だと？くだらない茶番だな。いい迷惑だ。如月少佐。生涯貴様もいたとはな。揉め事は後よ。いいこと？このまま放置すればあれは私たちの世界の侵食を始めるわ。そして世界そのものが奴に乗っ取られてしまう。ここで何としても食い止めなさい。あ、はい。ウサギ、やけに気合入ってねえか。あ、当たり前でしょ。私も世界の危機となれば本気になりもするわ。あなたこそ
危機感がないのではなくて、ラグナ。そうですよ。とにかく今はあれを止めないと。なんか腑に落ちねえな。さて、新たな世界を作り上げましょう。まずはこいつを黙らせることが先決のようだ。てめえのショーはもう終わりだ。悪いがさっさと蹴りつけさせてもらうぜ。細けえ話はその後だ。行くよ兄さん。Get ready! Get ready! Can't escape from crossing fate! Fight! ユニット解放。ぶっ飛べ！戦争！やばい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 ！失われたことで世界が形を保てなくなったようね。ということ、時期にこの辺りは消滅するということか。消滅って大丈夫なんですか？私たちどうなっちゃうんですか？さあどうなるのかしら。でも大丈夫よ。すでに世界はつながっているもの。信用していいんだろうな、その言葉。ええ、でも妙ね。妙とは？あれを倒せばキーストーンは元の姿に戻ると思っていたのだけれど。そういえばキーストーンはどこに行ったんでしょう。ついに床が抜け始めたぞ。このままじゃ落ちちゃいま、しまった。なんだ、何がどうなった。ここはイカルガの近くか。さっきまでとは空気が違う。ってことは元の世界に戻れたのか。そうだ、ノエル、ジン、レイシェル、近くにはいねえか。それぞれ離れた場所に戻された可能性もあるよな。あいつらも戻ってきてるのか、まずは確かめねえと。チッ、めんどくせえが探してみるか。にしても何だったんだあの世界は。おかしな夢でも見せられた気分だぜ。夢ですか。いやいや、もちろんお分かりの通り夢などではありませんよ、ラグナ君。
キーストーン、かつてクラビス・アルカードが封印した代物の一かけら。小さな結晶一つですが、ここにはまだ束の間の世界を構築した力が残っている。嬉しいですよラグナ君。異常事態ゆえか甘さゆえか、私への危機感を完全に失ってくれていた。おかげで大した苦労することもなく、これを手に入れることができたのですから。さーて、残り少ない力の男子ではありますが、使い道は様々。せっかく拾ったおもちゃですからね、どう使ったものか楽しみですね。